皆さん、本日は福島集団疎開裁判世界市民法廷にお越しいただきましてありがとうございます。開会にあたりまして、最初に主催者を代表して福島集団疎開裁判の会代表の井上俊夫より皆様にご挨拶申し上げます。皆さん、世界市民法廷にご参加くださりありがとうございます。福島県民の多くは放射能について目に見えない物理的事実、 見させない安全宣伝、見たくない人間的弱さが相まって、見ざる聞かざる言わざるの三ざる状態を強制されています。郡山の町では子どもたちがマスクもせずに通学したり、親子連れでショッピングに出かけたりといった姿が日常風景となっています。子どもたちの命と健康を守りたいという福島の親たちの必死の願いの最後の拠り所が福島集団裁判所会裁判でしたが、福島地裁郡山支部の判事たちは法の番人たる5民間の地位を投げ捨て、被爆民を閉じ込める原発推進勢力の包囲網に加わりました。皆さん、私たちは原発村を包囲する世界市民となりましょう。世界の人々を前に命の不可侵、人間の尊厳を宣言しましょう。今日の世界市民法廷が子どもたちの命と健康を守るための相談や戦いの第一歩となると確信しようではありませんか。ありがとうございました。それではこれからまず最初に裁判劇をご覧いただき、その後でゲストの方々にお話をいただきます。で、最後に皆さん方が会場でそれぞれ意見をまとめていただいて、会場とゲストの方との討論もしたいと思っています。もう今井上さんが言われたように、すでに裁判所の判決は出ていますけれども、その判決を当然ご存知の方が多いと思います。それは抜きにして、皆さん方がお一人お一人 YC であり、あるいは裁判官であるとしたら、どんな判決を下すだろうかという気持ちで裁判劇やトークを見ていただきたいと思います。で、まず最初に、申し遅れました、私本日総合司会を務めます弁護士の神山美智子と申します。よろしくお願いいたします。はい、まず最初に皆さん方にお詫びを申し上げなければなりません。本日ゲストとしてお招きしておりました大江健三郎さんが急遽ご参加いただけないことになりました。手帳をお持ちじゃないので、つい最近までダブルブッキングに気がつかなかったということと、どうしてもそちらの予定を外せない予定だということでございました。その代わり大江さんから敬意を込めてお子さんたちの勇敢な奮闘を見守りたいというメッセージをいただいております。まずこの裁判は郡山に住む14人の小中学生が福島地裁郡山支部に対して空間線量が1ミリ年間1ミリシーベルトを超える環境での教育の停止と、それ以下のもっと良い環境での教育をするようにと求めて起こした仮処分という裁判ですが、皆さん方は仮処分というものあまりおなじみないと思いますので、本日はそれを普通の民間の普通の民事訴訟の形に変えて原告被告という形でお見せします。さらに日本の裁判にはまだ取り入れていない陪審員という方たちにも登場いただいて、陪審員の方たちで意見を戦わせていただきます。で、まず最初に14人の親御さんがどういう気持ちでこの裁判に踏み切ったのか、そのスライドを見ていただきます。この裁判の前の段階で、その20ミリシーベルト、1ミリシーベルトまで下げろっていう前を最初声を上げて、そしたら1ミリシーベルトっていうのに
なったので、あの逆に集団疎開っていう形で、あの動けましょうかねっていうことになったんですね、うんうん、だからやっぱり、うん、20ミリが上がりです。初めて聞いた単位だし、嫌なことはなくて、うん、その数字がこう変更するたびに1じゃなきゃダメだっていうのが20、それはやっぱり違いすぎるだろうなっていう、それで不信があるだけで、20が本当に絶対ダメな数字なのか、もしかしたら安全確保が大丈夫なのかもしれない数字なのかっていうのは判断ができないですよね。数字はこうなんかこういつも上下するので、やっぱり信じられる数字っていうのは、あの震災が起きる前の 0.76 のその数字しか信じられないわけですよね。そこからいくらかでも高ければ、やっぱり震災のせいで高くて危険が生まれたんだっていうふうに思うしかない。子どもを学校に行かせなければいけないと思うけど、文科省がしっかりしてくれなきゃいけないのに何もしてくれずに、先生方の話を聞いてると安全だっていうふうにコントロールされちゃってるな、うん、先生たちが心底は思ってるかわからないですけど、自分の仕事をしてる中では子どもたちに、まあ、とりあえずそんなに外に出なければ大丈夫みたいな感じで毎日生活されてるっていうのは怖かったですよね。あの学校があの開催する、そのなんていうんだろう、そういう何ミリシーベルトとかのお勉強会っていうのは、あの上からこう連れてこられたあの御用学者の人が大丈夫ですっていう高校の話しかしないんですね。で高校で開かれたものとかにも行ってみて、一般の方が開いてるあのチェルノブイリの架け橋とかの方の講義とは真逆のことをやっぱり言われて、危ないですよ、逃げなきゃいけないし、食べるものにも注意してくださいよって片方では言ってるのに、その御用各社の人たちが大丈夫ですって、あのこれだけの範囲だったらすぐには影響が出ませんって、そればっかり言うんですね。すぐには出ません、目に見える害はありません、どこから先は保証の限りではありませんとかって、そういうのはだからぼかしたい。でもとりあえず今1年や2年高校に来て普通に部活をして普通にご飯を食べてる状態で、何も危ないことはないから安心してお子さんを通わせてくださいねっていう趣旨のを聞いたりしたので、先生方もそれに、まあ、従うしかないんですけど、親としての先生はまた別の顔をきっと持ってるんだろうなとも思ったんですけど、先生としては上がそういう以上そこで危ないですとは言えなくなってるんだなって思いました。あの何もしないっていうのは、あのそっちの意見に同意してるのと一緒なんだなって思ったので、その、 あの大部分の人たちがなんか逃げ腰になってる中で、あの今まで政治的なこととか考えたことはなかったんですけども、ここは違うんじゃないっていうのを意思表示してもいいのかなって、うん、集団っていう言葉が一番子どもにとっていいんじゃないかなって思いました。やっぱり私たち親も親が背中を押してくれないと避難っていう道を選べないっていうところがあると思ったので、何かが欲しかったっていう、こういうところにしがみついたのかなと思います。よそのお母さんたちだって思っていても子どもたちを離せないとか一緒に行けないとか、そういうのがあると思うので、みんなきっかけがあるともしかしたら行きたいと思ってるかもしれないですよね。
3つの争点、外部被曝と内部被曝、それから、法律問題という3つの争点について、それぞれ原告側、被告側から意見を出していただいて、でそれに対してそれぞれの争点ごとに陪審員が討議するという形をとります。昨年10月末時点での裁判の再現ということになります。それから今日はちょっとスクリーンの関係で大変異例ではありますが、裁判官は皆さん方の一番前に座っております。実際の法廷では裁判官が一番高いところにいるんですが、原告被告の方が高いところにいるということになっています。ではよろしくお願いします。では開廷します。原告はこの裁判で何を求めているかを最初に説明してください。はい、14名の子どもたちは郡山市に対し、空間放射線量が年間1ミリシーベルト以下の安全な環境のもとに疎開し、そこで教育をしてくれるように求めております。裁判長、原告に質問があります。どうぞ。はい、原告の訴えは14人の避難ではなくて郡山市全員の小中学生の避難を求めるものです。そのような訴えは民事裁判として認められないのではないですか。いえ、それは被告の誤解です。この裁判ではあくまで14名の避難を求めるものです。ということだそうです。はい、わかりました。では原告はどういう理由で申し立てをしたのか説明してください。まず外部被曝について主張します。日本の法律では一般公衆国民に対して年1ミリシーベルト以上の被曝をさせてはならないというふうに決めております。それから ICRP 国際放射線防護委員会という国際的に権威があるとされている組織がありますが、この ICRP においても年間1ミリシーベルトを一般市民の被曝限度としています。そして、子どもは大人よりも放射性に対する感受性がずっと高いということは、一般的に認められておりますので、子どもに対して年間1ミリシーベルト以上の被曝をさせてはならないというのは言うまでもないことです。弁護団での試算によりますと、原告らはすでに昨年の福島の事故があった3月11日から8月末日までの間に7ミリシーベルトから17ミリシーベルトの被曝をしたと推定されます。3月11日から1年間、今年の3月10日までで推定しますと、12ミリシーベルトから24ミリシーベルトになります。またこの裁判の審理の最終日である昨年の10月末からその先1年間の被曝量を推定してみても、年間で1ミリシーベルトをはるかに超えることが推定されます。チェルノブイリ原発事故の際には旧ソ連、ソ連が崩壊してからは、ロシア、ウクライナ、ベルラーシ3国ですが、これらの国が住民の避難基準を決めました。その基準を郡山市に当てはめますと、原告らが通う学校周辺は昨年10月末の時点でも全て移住義務地域、住民は強制的に移住させられる地域に該当します。今スクリーンが出ておりますが、これは郡山の市街地、市の中心部の地図です。ここで赤く塗られているところは、これはチェルノブイリにおいては強制避難地域に相当するという地点です。ご覧のように郡山市の大部分はこの強制避難地域に相当します。結論として、原告らが通う学校の空間放射線量は 3.1 日以降の1年間で年間被曝限度の12から24倍に相当し、チェルノブイリのこの避難基準と対しても極めて危険な状態にあることが明らかです。郡山市は直ちに原告らを避難させるべきであるというふうに考えます。被告の答弁はどうでしょうか。
はい、福島県内の小中学生が3月11日以来放射線による被爆の危険に置かれている事実は認めます。それ以外は不知です。原告の主張する点は3点だと思うんですが、1番目の10人の方が3月の11日以降8月の末までの間の被爆積算値、第2点が3月の11日以降3月の10日までの1年間に外部被爆をする積算値、3番目はチェルノブイリの避難基準との対比、この3点の主張について郡山氏はすべて知らないということでよろしいのですか。はい。外部被爆について被告から何か主張はありますか。あります。では説明してください。まず第一に、平成23年6月と7月に実施した原告が通う学校での積算線量計で測定した結果によれば、空間放射線量は毎時 0.08 から0.2マイクロシーベルトに過ぎません。これについて原告の反論はどうですか。積算線量計を携帯したのは子どもではなくて教員です。子どもが校庭で遊んでいるときに、教員の多くは校舎内、コンクリートの校舎内で過ごしているものと思われます。したがって、この線量計による測定結果がイコール子どもの被爆線量ではありません。被告としては第2に、学校滞在時間を1日8時間年間200日と仮定した年間推定被爆線量は 0.13 から 0.32 ミリシーベルト、いずれも1ミリシーベルト以下です。これについて原告の反論はありますか。はい。被爆は24時間365日で捉える必要があります。子どもはコンクリートの校舎内よりも、登下校中あるいは木造家屋である自宅内でより高い被爆をします。仮に学校での被爆量が被告が主張する程度であったとしても、24時間365日の被爆線量を計算すれば年間1ミリシーベルトをはるかに超えるのは明らかであると思います。この点はどうでしょうか。被告としては不知です。裁判長、被告の主張がどうもよくわからないのですが、原告側は 3.11 以降8月末日まででも最大17ミリシーベルトの被爆をしているというふうに主張しています。それに対する反論として、被告は6月7月の空間放射線量を根拠にしております。したがって、3.1 日の直後の大量被爆、これは被告は無視をしております。これでは原告の主張に対する反論になってないと思います。被告どうでしょうか。被告は 3.11 以後大量被爆した事実は考える必要がないという立場です。それは過去の被爆はこの裁判によって防止できるものではないからです。この点について原告の反論はありますか。原告もこの裁判で過去の被爆を防止しろと言っているわけではありません。しかし原告らの現在の被爆の危険性を正しく評価するためには 3.11 以降の過去の被爆、そこでどれだけ大量の被爆をしたかということを把握し、それを前提にしなければ意味がありません。原告があたかもこういう大量被爆をしてこなかったと取り扱うことは間違いであるというふうに考えます。今まで原告被告の双方から出された問題は外部被爆ということについてです。ここで陪審の皆さんに外部被爆問題について討議していただきます。原告の主張だと3月から8月末までの積算が最大17ミリシーベルトとなってます。これすごい被爆ですよね。いや、それだって文科省が4月19日に通知した、暫定線量限の20ミリシーベルトよりも低いんですから大した問題じゃないでしょう。
でも 3.11 電は文科省の基準でも1ミリシーベルトだったんですよね。原発事故が起きたからって20倍にアップしちゃって大丈夫なんでしょうか。それについても文科省は理由を述べています。昨年3月21日に ICRP が日本政府に対して緊急勧告を出しましたよね。その内容は年間20ミリシーベルト以下だったら問題ないと言ってるんです。でも私その緊急勧告を一生懸命読んだんですが全然理由が分かりませんでした。私の頭おかしいんでしょうか。我々はそんなことあれこれ悩む前に国が専門家の意見を聞いて決めたんですから従うもんです。福島の人たちだってみんなそう思ってるんじゃないの。ほら地元の小学校の先生も言ってたでしょ。国の言うことを信じられないんだったら日本国民やめてもらうしかないって。僕には何を言っているか全然わからないんです。この民主主義の時代に主権在民はどこに行ってしまったんでしょうか。私が調べて考えたことを言わせてください。子供が普段よりも20倍危険な環境に置かれてもそれで子供の命と健康以上に大切な守るべきものがあるんだったら許されると思うんです。でも実際そんなものあるのかなって思います。ずいぶん生意気なことを言うね。全然理解できないよ。日本の最高裁においても公共の福祉に反する場合は人間の命も制限されると言ってるんですよ。でもこのままだと今年の3月11日で年間最大24ミリシーベルトも被爆するんですよね。そうすると文科省の暫定限線を超えてしまって危険なんじゃないですか。いやそれだって実は年間100ミリシーベルト以下なんですから問題ないんですよ。そうそう、長崎県から福島に来たアドバイザーの先生もそう言ってたじゃないですか。ほらまたすぐそういうことを言う。僕には本当に理解できないんです。その先生って別のところでは100ミリシーベルト以下の被爆による健康障害を証明するデータはないというふうに言っていたんじゃないですか。そんなのちょっとの違いじゃないですか。同じようなもんでしょう。本当にちょっとの違いでしょうか。だって証明するデータがないというのはリスクが灰色だということです。安全が証明されたわけではないのです。でも100ミリシーベルト以下なら問題ないというふうに言われたら聞いている人はどう思ってしまうでしょうか。安全だと思っちゃいますよね。そうですよね。リスクが灰色っていうのは危険かもしれないということです。それと安全だというのは天と地ほどの違いがあります。あなたちょっと放射線恐怖症なんじゃないの。いやいや安全だったら別に対策はいらないじゃないですか。マスクもしなくていいし外で遊んでもいい。でもリスクが灰色だったらどうしたらいいか考えないといけませんよ。だってもし判断を間違えたら人の命がかかってるんですから。それなら正しく灰色と言ってもらいましょう。でもそうしたら我々はますます不安を抱くだけではないですか。安全神話にすがるよりは灰色と知って正しく不安がある方がマシでしょ。そうよね。そこから次のアクションに踏み出せばいいのよね。なんていうか眠り込まされちゃったらおしまいって気がする。ただし灰色の場合はですねそのリスクをどう判断するかは個人の選択の問題になるんですよ。そうかな。タバコとかなら個人が自分で選べる問題だからそのリスクも自分で判断するというのはわかるけど原発事故で被爆するのは個人が選べる問題じゃない。だからそのリスクを個人の選択の問題にするのはおかしいよ。でも私どう行動したらいいんだろう。私に科学の専門知識なんてないから自分に選択しろって言われたって難しいですよ。だから別に私たちは自分で選択しなくてもいいんです。じゃあどうすればいいんですか。簡単なことですよ。灰色は黒、つまり危険とみなすだけでいいんです。なんだ、ずいぶん簡単なんですね。100ミリシーベルト以下でも危険とみなしてアクションを起こす。それでも後で問題がないと分かれば
やっぱり良かったじゃないですか。安全を最優先した行動を取るということよね。でもこの景気が厳しい時にそんな悠長なこと言ってたら、もし問題がなかった場合、その経済コストはえらい無駄になる。でも 3.11 のような事故が起きた時のことを考えれば、コストの問題なんかでは済まないと思う。でもどうしてそんな簡単なことはまだ実現されないんでしょう。これ実は予防原則って言って、国際的には認められた基本原理なんですけれども、日本政府はこれを守ろうとしないし、多くの日本の人がこのことを知らないんです。もともと民事裁判では裁判を起こしたものが危険かどうかを証明するのが大原則です。原告が証明もしないで廃炉を危険と見なすなんて、裁判の大原則に反してますよ。そうだよ、何でも寝ぼけたこと言ってんだよ。福島のみんなの生活があるんです。そんなの無理に決まってるか。続いて原告の次の主張を説明してください。はい、じゃあ続いて、内部被曝について主張いたします。チェルノブイリ事故で、郡山市とほぼ同レベルの放射能汚染、にさらされた地域で、そこの住民に大変な健康被害が出ております。そのデータがございます。これは郡山市の未来だというふうに思います。原告らが郡山市に今後住み続けるのであれば、それは原告らの未来でもあります。まず子どもの甲状腺疾病について明らかにしたのが矢ヶ崎勝馬琉球大学名誉教授の意見書です。ご覧ください。皆さんこんにちは、矢ヶ崎勝馬でございます。私はこの意見書として、郡山に非常に汚染度が似通ったウクライナのルビニー地区というところのデータをこの比較いたしまして、子どもたちの危険な様子をご説明いたしました。それについてと今後の課題についてちょっとこれご説明したいと思います。まずこのルビヌイ地区のこのデータというのは、こういった方々がこのようなこの非常にウクライナとしては権威第一義的に大きなこの、信頼を受けている研究機関で働いている人たちで、こういう人たちが取ったデータで信頼できるものであります。まずお話ししたいことは、チェルノブイリ周辺のウクライナ、ベラルーシ、ロシアという国々では今どんなふうに人々の健康を守るようなシステムをしているかというと、まずこの汚染の程度に分けてですね、移住が義務でこれ以上ここにいてはいけませんという汚染度と、移住権利といって移住を申し出れば国が保障してあげますという、そういう地域、さらに、ここに住んでいてもいいんだけれども一定のきちっとしたプロテクトをしなきゃいけませんという地域です。特徴的なことは、移住という概念が始まるのが年間1ミリシーベルトであり、それから住んではいけないというのが5ミリシーベルトであります。こういう基準に照らせば、非常に多くの土地がですね、移住しなければならないというようなところに、該当するというのが今の特徴で、原告団の子どもたちの学校は全てこの移住義務の汚染度にあります。日本はこういう国の経験をきちっと学ぶ必要があると思います。これは、このルビヌイ地区のこの子どもの甲状腺の病気と甲状腺の病気とがんの数を調べたものでありますが、1986年にチェルノブイリが爆発をいたしました。この病気の数を見ていきますと、特徴的なものは5年経った時にドカッと病気の数が増えます。
それから9年経ったところでは、県民中の100人、10人に1人の子供が病気を持つようになってしまいます。甲状腺のがんは、これに対して約1割というところで、この時点で1000人中 12.5 人ぐらいですが、これは非常に大きなものです。このベラルーシでは、チェルノブイリ以前は、この10万人に 0.1 人という数が、この子どもの甲状腺のがんが現れる率だというふうに言っておりますが、これに比べるとものすごいたくさんの子どもたちががんになっているということが分かります。かたや、この福島近辺内外ではどうかというと、検査結果があるのが、原子炉に近いこういった村のこの18歳以下のこれだけの子どもたちの結果が1ヶ月ほど前に発表されました。それによりますと、まず 70% くらいがこの何もなくてまあよかった、ところが 30% の子どもたちが小さいながらしこりと嚢胞を持っている。それから26人は大きいサイズのしこりやこの嚢胞を持っていると、そういう結果が出されました。この数というのはどんなふうに我々は今考えたらいいものでしょうか。これはこのベラルーシの1997年に死んだ市民の臓器解剖をして、セシウムがどこに、体のどこに蓄積されているかっていうことで、あらゆるところに行っています。赤が子供、青が大人でございますが、特徴的なことは、この甲状腺に、子供の甲状腺にはものすごい、たくさんの量のセシウム137が行ってしまっている。それで、子供たちは要素の被曝をした後、それで終わってしまっているんじゃなくて、セシウム137で継続した被曝状況にあるというのが今の状況です。ですから国はこういったことをきちっと受け止めて、はっきりした住民保護、子どもの保護ということを取らないといけないと思っております。次に、甲状腺疾病以外のさまざまな健康障害について明らかにしたのが、松井英介、岐阜環境医学研究所長です。その映像を見ていただきます。肺がんの患者さんと長い間お付き合いをしてきた臨床の医者であります。それでチェルノブイリの話に入る前に、一つだけ郡山で身ごもったご夫婦の方のお話をしたいと思います。でちょうど、妊娠6週間の時に、3月11日の東電の事故にあったわけですね。それで、産婦人科のお医者さんに相談してみたところ、この赤ちゃんにはちょっと病気があるということが分かってきたんですね。ことは心臓にありました。それでちょうど5週くらいの時の心臓というのは、この心房という2つの部屋があります。心室っていうもう一組の部屋があるんですが、ちょうどそこの間には壁があるんですけども、まだ壁が完成してない。これが5週くらい。そして8週くらいになるとですね、このそれぞれの壁ができてきて、この部屋が分かれるわけですね。だからここにある酸素をたくさん、持ってる血液、左心房、左心室で、こちらが右心房、右心室と言いますが、こちらは炭酸ガスをたくさん持った血液が全身から返ってきているところです。それで肺で酸素をもらって、そして左心室から全身に血液が送り出されるんですが、その
右心室と左心室の間の壁ですね、心室中隔と言いますが、この壁が8周ぐらいで普通は閉じるんですけど、これが閉じないままになっているということが分かった。それで、心房中隔欠損、心室中隔欠損というふうにこれを呼びますが、でご両親は心配して汚染の少ないところに、移り住ん でそこでまあお産ができたわけですけども、少し早産でした。で赤ちゃんを新生児の循環器の専門医に見てもらったところ、やはり生まれてから調べてみてもですね、超音波などを使って調べてみても、この心室中隔のところにもまだ穴が開いてる、開いたままになっているということが分かったんですね。心房の方も穴が開いてるということで、このせっかく酸素をたくさんもらった血液が全身に送られようとしたとしてもですね、ここのところでこの炭酸ガスを持った血液と混ざってしまうということが起こってくるわけですね。でそういうことで、そのままですといろんな、まあ、将来いろんな、まあ、不具合、病気のもとになるものですから、手術をするかしないか、それがまあ大変問題になった。でただ穴が小さいときは自然に塞がることもあるものですから、これをもう少し経過見ましょうというふうに、その新生児の循環器の専門医は言っているということなんですね。今のところまだ手術をなさっていないんですが、さて問題は、こういう先天的な障害がさまざまな原因によって起こりますけれども、その原因は外から来るものが多いということが分かっています。で放射線もその一つの先天障害の原因であるという可能性があると、そういうふうに考えてですね、つまり予防原則、予防的な考え方を私たちは持っていかないといけないということになろうかと思うんです。でさて、チェルノブイリですけれども、これはベラルーシという国で調べられた結果なんですけれども、ちょうど郡山の子どもたちが住んでいるこの郡山市の全体の汚染レベルのところがここに相当します。でこっちが事故の前です、これは事故の後です。そうしますと、さまざまなこれは先天障害なんですけれども、それが増えているということが分かります。でもう少し汚染のレベルの低いところでも上昇傾向が見られるということですね。でこのデータは郡山でもこういう格好で先天障害の子どもがこれから出てくる可能性があると、ある比率で出てくる可能性があるということを、警告していると思います。もう一つは問題になるのはがんですね。これはがん全体について見たものですけれども、子どもたちが通う学校周辺あたりでちょっと汚染の強いところですね、それがちょうどこの辺りになるんですが、2つの州、ゴメル州とそれからモヒレフ州という2つの州のデータをこれ示したものですけれども、やはり事故の前と事故の後では、こちらもそうですが、モヒレフ州でもそうですが、がんの人たちが増えているということが分かっております。で甲状腺がんだけについて見たのがこのデータですけど、予測ではそんなにも増えないであろうと考えられてたんですけども、86年の事故から早い人では3年ぐらい経った2年から3年ぐらい経ったところで甲状腺がんを発症してきた子供ですね。これは大人と子供の両方のデータですけども、やっぱり子供に出てくるのが多いわけですね。でこんなふうにしてこう急速に増えるということが分かっております。これらのデータはいずれもニューヨーク科学アカデミーの論文集から取ってきたで、これはがん以外の病気ですね。がん以外の病気もいろいろあるわけですけども、例えば子どもの白内障、レンズですね、目のレンズが曇ってくる、こういうのは普通ないことですけども、放射線によって白内障が起こってくるということは昔から分かっております。でこのですね、でここで見たこの割に低い汚染レベルのところと、低い汚染レベルこちらですね、ところと比べて、ちょうど福島郡山あたりの汚染レベルのところでこう見ることができるんですけども、こういうふうに低いところに比べてやはり多いんですね。これがそうですけども、このレンズの曇りを示した子どもが多いということが分かっております。でこれは別のデータを元にしたグラフですけども、
やはり汚染の低いところから汚染の高いところに移るに従って、両方の目のですね、レンズの曇りがある、子供がたくさん見つかってきたということがあります。これは心臓です。この方もベラルーシの病理学者ですけれども、ユーリー・バンダシェフスキー、ゴメル大学の学長もやってた方ですが、この方が亡くなった子供と大人を調べた、その死因を見てみるとですね、意外なことにこの心臓病の人が非常に多かった。でこれが何ですけども、に比べてずっと多かったっていう、私もこれびっくりしたんですが、ということですね。どうしてだろうか。でいろいろその後調べてみるとですね、これはですね、各臓器にどういう放射線各種が沈着していたかっていうのをずっと調べてみるとですね、セシウム137がですね、なんとこの4番のところ、これ甲状腺です。赤いのが子供です。青は大人です。こんなにもたくさんのセシウムが甲状腺にも入っている。でご存知のように、要素131の半減期は8日程度ですけども、セシウムは130年、でそれがこう甲状腺にも入っているというところが非常に衝撃的だった。私も衝撃的だったんです。これが心臓です。これは骨格器、小腸とこうなりますが、心臓にも結構入っているんですね。でさて、子どもの心電図を調べてみたら、汚染の低いところでは正常な心電図を示す子どもが、それなりに多いわけですけれども、汚染の程度が進むにつれてですね、だん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 正常な心電図の方が少なくなっていくというデータもあるわけです。これもセシウムの、セシウム137 の蓄積との関連でこれを見たものですね。3点目ですが、ウクライナ政府はチェルノブイリ事故の国民の健康被害について公式報告書を出しておりますが、それによりますと、被爆した子どもたちの中の健康な子どもの割合、これが1986年、87年には 27.5% だったのが、2003年には 7.2% まで減少している。一方で、被爆して慢性疾患を抱えている子どもの割合は1986年から87年には 8.4% だったものが、2003年には 77.8% にまで増加しているということです。原告のこの主張に対する被告の答弁はどうですか。被告としては不知です。チェルノブイリ事故による健康被害と対比して、原告にどのような健康被害が生じるかという主張についても全て知らないということですか。はい。では内部被曝について被告の主張を説明してください。特にありません。ではこれから内部被曝の問題について陪審員の方々に討議していただきます。郡山市は原告が主張したチェルノブイリの被害との対比や内部被曝について知らないって答えていますけど、そんなこと許されるんでしょうか。本当に知らないから正直にそう言ってるだけです。知らないことを知ってるように答える方がよっぽど問題で、知らないということが何がいけないんですか。でも郡山市は子どもたちを安全な環境で教育するという責任があるわけですから、徹底的に調べないといけないですよ。それでも不可能なことまではできませんよ。だけど素人の原告がこれだけ文献を集めて証拠を準備してきたんですよ。ほら、101個も。なのに郡山市が科学者の意見書の一つも準備してこないなんて、ちょっとおかしいですよね。それっていつもお世話になっている文科省に行けばいくらでも教えてもらえるんじゃないですか。ところでね、内部被曝について注目しているのは何も郡山市だけじゃなくって、この国の多くの科学者がそうなんじゃないですか。科学者は内部被曝についていろいろわからないことがあるから発言できないと言ってるんですよ。それは実に正しいことです。でも例えばお医者さんだって
病気の仕組みが完全には分からなくても治療したり予防のためにいろいろするじゃないですか。今話題にしている内部被曝ってそういう問題じゃないんですか？科学者は分からないことでも時と場合によっては行動しなければならない時ってあると思うんです。例えば2001年に日本で狂牛病の疑いのある牛が発見された時とか。そうそう、狂牛病の原因は分からなかったけれど、科学者は被害拡大防止のために最大限の行動に出ました。それが科学者として本来正しい態度だと思います。はい、じゃあお伺いしますけど、その行動すべき時と場合っていうのは一体どんな時なんですか？それが内部被曝と病気の因果関係が解明されていないとしても健康被害を引き起こす可能性があるっていう時なんじゃないでしょうか。リスクが廃炉の時は科学者は人々の健康が害されるということ、それは本来許すべきではないと思います。でもそれは科学者に廃炉を黒とすり替えろと命じていることですよ。そんなこと科学者の良心に照らし合わせてもとてもできないことでしょう。第一、廃炉の場合そのリスクをどう判断するかというのは個人の選択の問題でしょう。では最後に原告の法律上の主張を説明してください。はい、かつて最高裁判所は判決において一人の生命は全地球よりも重いと言いました。この言葉は未来を担う子どもの命については無条件に該当いたします。まして本件の子どもたちは彼らには何の責任もない人災にあった被害者です。正義公平という法の究極の理念に照らしたとき、被害者の子どもたちの避難が認められず生命や健康が危険にさらされた状態を続けることを正当化できる根拠は何もありません。低線量被曝による被害は最先端の科学でも未解明な部分が多く、他方で健康被害が発生してからでは取り返しがつきません。このような予見不可能性、回復不可能性を有する事象については疑わしきは保護するという予防原則の考え方が採用される必要があります。ましてや未来を担う子どもの場合はこれが無条件に該当すると考えます。原告はこの裁判で項1号証から101号証までの証拠を提出しました。その結果原告らが受ける空間放射線量は 3.11 以来年間12から24ミリシーベルトと推定されることも明らかにしました。チェルノブイリの避難基準に照らしても、またチェルノブイリの事故について、事故によって現実に発生した健康被害に照らしても、被告には原告らを避難させる義務があることは明らかであります。では次に被告の法律上の主張を説明してください。はい、原告は被曝が危険だと考えるなら自ら転校すればよいのです。郡山市は転校を妨げてはいません。原告に転校する自由がある以上、郡山市は原告の権利の侵害者には当たりません。これについて原告の反論はありますか？はい、原告には確かに転校する自由があるかもしれません。しかし同時に原告は教育を受ける権利を持ちます。原告が郡山市に対して教育を受けることを希望するとき、この要求に応え公教育を実施することは郡山市に課せられた憲法上の責務です。そしてその責務の中には安全な環境の下において公教育を実施することも当然含まれます。本件はその責務が問われています。郡山市に課せられたこの憲法上の責務は子どもに転校する自由があるからといって免れるものではありません。のみならず転校の自由を実際に行使することがどれほど困難を伴うものであるか、これから原告のお母さんたちのお話を聞いていただきますが、
この自由は多くの市民にとって絵に描いた餅にすぎません。一旦自分の実家の方に避難は1週間ほど朝にして、はい、学校が始まるっていうのに合わせて戻ってはきたんですが、その時点でやっぱりその私と実家の方の学校に転入するしないとかっていうのもちょっとだけやっぱりいきなり良くなるものではないっていうのは分かってたので、子供に軽く聞いた時の反応がやっぱり仲間とか学校とか地域とかそういうものからこう自分だけスコンって自分だけ良ければいいのって言われた時にもう一回戻ってみて、やはり塊っていうかそのみんなまとめて福島の子どもたちっていうので考えるべきなんだなって思ったのがやっぱりきっかけです。自分で避難できる人ばっかりではないっていう想像力っていうかそういうのがないのかなって悲しく思いました。経済的なことも、あと今ローンを払ってる家も見た感じは壊れてなくてそこを捨てなきゃいけないっていうことも、やっぱり一人一人がどれだけその新しいところに行って新しい居場所を作ってそこの学力に追いつくとか、なんていうんだろう、それもただの転校ではないので福島から来たんだよってきっとちょっと違う目でも見られるっていうのもねあるだろうなとかって、守ってくれるっていう方向には行かないで事務的にこうそこをつついてきたんだと思って結構腹が立ちました。本当に郡山で仕事をしている人の言葉とは思えないですからね、本当にできるもんだったら子供全部かっさらってどっか行きたいですもん。もしすっごい私に自由になる土地とお金があるものだったら丸ごと本当に小学校を移転させたりとかして全寮制の学校とか本当にどこか北海道とか沖縄とかに建てれるぐらいの方がいてって、ね、妨害しないんですね。そうね、減少を防ぎたいっていうのもあるはずなのに妨害しないって言うよって、ああ言ったねって逆手に取れたらどんなにいいんだろう。で続けて被告の次の主張を説明してください。はい、郡山市は福島原発事故の被害者ではあっても加害者ではありません。加害者は東京電力です。原告の権利を侵害したのも東京電力であって郡山市ではありません。これについて原告の主張はどうですか。原告が教育を受ける権利を行使したとき郡山市にはこの要求に応える憲法上の義務を負っています。郡山市に課されたこの憲法上の責務は郡山市が東京電力との関係では被害者であるからといって免れるものではありません。ここでこの法律問題について、ここで法律問題について同じ陪審の方たちに討議していただきます。今福島は風評被害を跳ね返し努力し共に向かって努力している人たちをまた帰ってくるように呼びかけている、帰ってくるように呼びかけている、すごく大事だったのに、今から子供たちを避難させる、今から子供たちを避難させるというのは、一生懸命復興に取り組んでいる人たち、一生懸命復興に取り組んでいる人たち、確かに復興は大事だよ。確かに復興は大事だよ。今のまま復興していったら、言っていた問題はどうなの？ウクライナ政府の公式報告書はどう？ウクライナ政府の公式報告書はどう？被爆して健康の子は、2003年の7%に慢性疾患を抱えた子は、77% に増えてるよ。そのことだろ。ここにそのことだろ。復興と被爆問題を、素晴らしい提言がある。高校生以下の医療費を無償、最先端のがん医療を推進、しっかり考えてるじゃないですか。でも私は
自分の子供が癌になってから、自分の子供が癌になってから、病とか再生産の医療が受けられるとか、再生産の医療が受けられるとか言われるよりも、子供たちが癌にならないように、子供たちが癌にならないようにして思います。子供たちが癌にならないようにして思います。親として思います。そんなに信用できないんだったら、そんなに信用できないんだったら、子供さんを転校させるんですね。産んで子供さんを転校させるんですね。誰も妨害しませんよ。誰も妨害しませんよ。学校に関係するんですけど、学校に関係するんですけど、郡山市のお母さんから聞きました。郡山市では、地元のお米が使われてるんだそうです。地元のお米が使われてるからって。親たちの不安には現実的な根拠があります。国が定める食品の暫定規制値をクリアしていても、その食品が安全だという保証がないんです。そんなに国が信用できない。ウクライナから来日した。ウクライナから来日した25人間の子供たちが自分の子供たちの話を聞いて、博士の話を聞いて、日本の水のセシウム1リットルあたり200デシリットルあたりで200デシリットルいるんじゃないって、いるんじゃないって。ウクライナでは200ベクレルより100倍厳しいそうですよ。日本はどうやって200ベクレルこういうことなんですよ。内部被曝だけで5ミリシーベルトを許容するところからスタートしました。そしてお米、野菜、飲み物などに振り分けていった。そこから標準的な摂取量を決めて、それぞれの規制値を決めていきました。内部被曝だけで年間1ミリシーベルト、外部被曝で本当に安全なんです。それはもう個人の選択の問題なんですから。自分で弁当を用意すればいいんじゃないですか。それだと郡山市は一体何のために暮らしていけるようにするのが不安なく安全に暮らしていけるようにするのが最大の義務なんだと思うんですけどね。それについては、私たちは最後に国や自治体が交渉と言ったら、それに従わなければならないんですよ。それに従わなければならないんですよ。それって、よらしむべからずっていうことですか。昔とちっとも変わってない。これで第一部の裁判劇は終わります。これから休憩に入りますが、その前に福島の子どもを代表して高校3年生の上間真由子さんにお話をいただきます。上間さんは郡山出身です。高校3年生の上間真由子です。私は放射能をばらまいた東京電力、今まで国策として原発を推進してきた国や自治体、それを許してきた無関心な主権者たちに怒りを感じています。そして原発が爆発し、放射能放射性物質が降り注いだ今も、
仕方がないや、自分には関係ないとかわからないなどと無関心な人がたくさんいることに違和感を抱き腹が立ちます。私は一番守るべきものは命、そして未来だと考えています。国策として進めてきた国や自治体には全ての国民、そして子どもたちの命と未来を守る責任があると思います。それらを守らせるためには一人でも多くの人が考え関心を持ち行動することだと思います。これは命を脅かす者に対しての戦いであり、主義や主張の壁を越える必要があるのではないでしょうか。もうすぐ1年が経つ今、関心がある人とない人の差は広がる一方に感じられます。目にも見えない、匂いもしない、どうなるかよくわからないものに対して判断を迫ること自体残酷でおかしなことだと思います。だから考える人とそうでない人が生まれてしまうのです。子どもたちだけでは避難はできません。一人一人が一人の人間として何をするべきか、何を守るべきかを考えるべきです。決して大人の事情や経済を優先には考えないでほしいです。命にスペアはないです。以上です。
9ヶ月都会裁判をやってきまして、ずっと分からなかったことがありました。もし福島原発事故が火山噴火のような自然災害だったら、とっくに集団疎開は実現していただろう。もし60年前の東京大空襲のような戦争被害だったら、とっくに集団疎開は実現しただろう。郡山と福島第一原発の距離はちょうどこの会場から成田や三浦半島になります。もし成田や三浦半島で福島原発事故のような巨大事故が発生したら、東京ならとっくに集団疎開は実現しただろう。なぜ福島では集団疎開が今なお実現しないのか。そのわけが今回の世界市民法廷を準備していて分かりました。それは集団疎開の義務を負う人たちが福島原発事故という人災を引き起こした加害者だからです。加害者だから集団疎開の問題を冷静に受け止め、責任を持って最後まで考えられないのです。では集団疎開の問題を最後まで考えられるのは誰か。それは福島原発事故の被害者である私たち市民です。世界中の市民です。この問題を本当に解決するために、世界中の皆さんと一緒に考え行動していきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。なお、経産省の伝統村の方からぜひ会議にお寄りいただきたいと思います。今日は2月26日で右翼がたくさん来ているのだそうです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。アンケートがありますので、ぜひアンケートをお出しくださいますようにお願いいたします。業務連絡です。ワイヤレスマイク2本、どこかにありますでしょうか。ワイヤレスマイクが2本どこかにありますでしょうか。業務連絡です。
大事になるために忘れ物がないようにお帰りください、忘れ物があってもちょっと人格で疲れますので忘れ物がないようにお帰りください。合わせて、アンケートをぜひ、お願いします。Thank you.